やってまいりました。今日もはいグッジョブの時間でございます。司会は私ピエロのファンキーです。はい、今日はサポーターがおりませんで、ビッグなゲストが3名ということになりますので、あの1人で、やらなきゃいけないことをサクサクっと済ませますね。はい、この番組はあらゆるすべての諸々のいろいろな壁もくくりも取っ払って楽しく素直にお届けする人間参加の番組です。みんなで作っていきましょう。はい、今日もグッチョブありがとうございますということでね、要するになんていうんですかね、白でも黒でもないというかね、白でも黒でもある、まあ、右でも左でもないという番組でございますね何言ってるか関さん、もよろしくお願いいたします。さあ、この番組は、はい、プリントショップエレメンツ、沖縄健康サウナ、ジョイメディア、琉球四号伝説の有限会社サプリバンク、ダイニングシュー、維新学院、コハグラバロンワールド、花の店コテージ、創建者門口豊様、沖縄セキュリティ宮里良慶様、宮里中学校 PTA 会長石原勝利様、道塩保育園義母香織先生、デザイン工房天使時間比嘉奈美子さんの提供でお届けさせていただきます。ありがとうございますということで、さあビッグゲストが3と早速参ります。もう自己紹介でいきますね、よろしくお願いします。では、はいはい、出口優子です。イエーイ、イエーイ優子さん、女優さんということです、はい、フリーの女優さんということでございます。そして、はい、私オリジンコーポレーション劇団ダブルオーシーのうどんちゃんです。うどんちゃん、うどんちゃん今日3回目にしてようやく席に座って、本当に失礼いたしました。ゲットしました。もう以前ね2回ね、あの1分勝負いただきまして、ありがとうございます。そして、もっとすごい、はい、はい、演劇ユニットビスタジオで脚本家やってます山田浩です。はい、あれ京楽じゃないの？京楽はね、あの2016年まで使ってた名前で、はいはい、2017年から本名の山田浩で今活動してます。本名のっていうか、はい、なんかこんなに真面目に話する人だったんですか？ちょっと待ってください、どんなイメージなんですか？なんかぶっちゃけ、ね、あれなんか期待外れだな。あ、すみません、普通の大先生みたいに見えてきましたね。あ、ちょっと待ってください、どんなイメージ持ってますか？なんかいきなりなんか、はい、あの放送禁止を言いますかもいっぱいダメ今日 YouTube 上げれないのかなと思ってたんですけどね。はいはい、あのいいですよ。いやすごい、言わないでくださいよ、言わないでも改名しても京楽さんとしか呼ばれない。あのそうなんですよ、あのもうだって16年間京楽でやってたんで。京楽さん16年間、はい、その1年ぐらいじゃね、あの浸透しないです本名は。でしかも今ペンネームが4つあるんで、4つもあるし、ね、はい、分散してる怪人二重瞑想というかね。そうですね、はい、名前を変えるっていうのは何かあの意味があるわけですか？あの飽きました名前が飽きる、はい、なので、まあ違う名前にしてみようかなっていう、ただそれだけの理由で。そうなの、はい、面白いね、飽きて名前変えちゃうってなかなかいないですね。そうですね、あのあまりそう名前に固執してないんで。なるほどっていうか、面倒くさくて普通ね、みんなうどんちゃんも、うどんちゃん、ずっとうどんちゃんなんですよね。うどんです、みんなすごい気になると思います。うどんって何っていうね、うどんちゃんって何ですか？飼ってる犬がうどんっていうですね、可愛いワンちゃん。でうちおばちゃんなんでちゃんつけてうどんちゃんっていう犬の名前、飼ってる犬がうどんちゃん。そう、白かったんでね、うどんって言ってました。安易だけどね、可愛いよね、白いからうどん。おばあちゃん、おばあちゃん犬なんですけど、すごい外行ってそれ女優として活動して、外で自分の飼ってる犬の名前呼ばれるわけですよね。そうですね、うどんちゃん、はいはい、すごい、そういう人生もすごい。あのまああのうちの事務所のサーネーからは、はい、うどんさんじゃない、うどんちゃんさんだって言って、うどんさんは別物だってね。サーネーさんってあの漫才のあの先週ねご一緒させていただいて、あのそうそう司会をやられてました。私があのねパフォーマンス中部広域産業祭りだったんですけどね、あの私のステージ終わった後なんか後味が悪いって言ってました。このステージファンキーさんのステージの終わり方すっげえ後味が悪いけど、なんかめっちゃ面白いとか言っていや褒め言葉ですねそれはね。そう褒め言葉なんですけど、はい、後味悪いっていう褒め言葉。いいですね、サーネさんとね森さんからいただきました、ありがとうございました、はい、
ということで、うどんちゃん犬の名前でございます。これで、ね、ゆうこさんはね、はい、今日真面目な話がある一応あるということで、それに一応いきなり振られる、それやらないとね、あそう、まずまずはやっとかないと、こういうあのバカ話で終わっちゃうのでね、はいはい、いやバカな話じゃないですよね、今の話ね、接客行きましょう、はい、ね、すいません告知です、はい、はい、告知いや大事なことで、今度3月10日土曜日と11日日曜日に、はい、まあ那覇なんですけど、うん、那覇国際通りテンプスホール、うん、テンプス館ですね、はい、こちらの方で舞台演劇島森の歌明日天気にしておくれ、島森っていうお芝居があります、はい、でこちらね何かというと、うん、皆さんあの沖縄戦時中の最後の沖縄知事、はい、島田明さんってご存知ですか、うん、あの分かんないな、逃げた泉知事の後任の、うん、知事なんですけど、逃げたあの、はい、逃げちゃった知事って言われている泉知事っていう方もいらっしゃるんですけど、はい、一番大事な戦時の時に、その時に兵庫県から赴任してきて、はい、まあ、その時の、新井泰蔵警察部長と一緒に、はい、まあ、戦火進む中、はい、この知事はあの沖縄県民の命を一人でも多く救おうと尽力された知事なんですね、はいはい、でその方の物語です、はい、これをあのオリジナルで作った作品がありますの で、まあ、脚本が、上原啓太さん、プロパンセブンのケータリンさんですね、ケータリン、ケータリン、はい、すごい3名すごいですね、プロデューサーが西平博人さん、お、ね、ロトさん、ロトピー、ロトピー、ロトピー、そして私がなんとおこがましいんですが演出をさせていただくことになりまして、はい、ゆうこさんが演出なんですね、はい、今稽古進めております、灰皿とか投げてます、それ京楽さんじゃないから投げない、ね、投げない投げない、すごい、そうちょっと、まあ、演出家そうなんですよ、もうテンプスホールの演出家ということでやりますので、すごいですね、まあ、平和学習も兼ねてこういったことがあったんだということを一人でも多くの方に、はい、知っていただきたいと思うので、はい、ぜひぜひ3月10日11日、はい、テンプスホールの方にお越しくださいませ、もう間もなくですからね、間もなくなんですよ、ぜひぜひ行かれてください、はい、そうこれは沖縄県のもちろん公演もいただいてる、沖縄県の公演というか元々の構想が半田川公民館の南館長さんがずっとこのこと構想されてて、それがまあ8年越しにあの舞台演劇としてやっと日の目を浴びるという形になります、はい、そうなんだ、すごい、はい、あの長年の積年の思いがやっと舞台に上がるというか、そうですね、島森の歌、そう、私も責任重大という形なんですけれども、まあ、沖縄県内であの活躍してらっしゃる素晴らしい役者さんたち、はい、ゾロゾロ出演されますので、見たらもうそうたるメンバーですね、そうなんですよ、盛り上がってますよ、3名でお届けします、はい、そうもう余計責任重大っていう、はいはい、なんかもうあの西平俊久さん、リバースザワールド、はい、赤井少子、あの劇団5-4であの沖縄吉本の岩田さん、で国中雅也さん、そうメガネ X、はい、川上正樹さん、はい、そして、はい、まあ、近所ゆうちゃんどうでもいいって、ゆうちゃんかわいそうじゃん仲良しだから、まあ、あの、ね、もうそうそうたるメンバーが揃った、そうそうたるメンバーなんですよ、そのメンバーを演出してる、はい、そうなんですよ、はい、そうなんです、すごいですね、演出してるのかな、どうなのかな、わからないけど、まあ私も頑張ってるっていうことで、ぜひぜひ皆さんこぞって見に来てください、はい、お願いします、よろしくお願いします、このやっぱり演劇界の3名ですからね、はい、この素晴らしさが分かるという、はい、この盛り上がりだと、ね、このね、はい、そうそうたるメンバーで、豪華なあのキャスト陣だったりスタッフの中にこの音符が書いてあるしずくっていうのは、しずくっていうのは私の娘で、はい、今エンジェルっていうアイドル活動をしているんですけども、あ、はいはい、まあ、こちらの方にあの西平博人プロデューサーがキャスティングしてくださいまして、まあ初セリフのある舞台みたいな感じで、まあ、頑張ってます、すごいです、はい、しずくちゃんね、はい、しずくです、素晴らしいです、はい、親子でねこの同じ道、うん、をやってるですよね、そうですね、ゆうこさんも女優と言いながら、はい、歌手でもあります、そうなんです、音楽活動も、はい、ね、してます、これは何受け継がれたこの女優魂という感じです、多分なんかもうちっちゃい頃から私とか、まあ、この子の父親もやってるのが普通で育ってるので、うん、でまあこの子の父親の、あのお母さんとか、うん、お姉さん、うん、だ おばさんおばあちゃんなんかもシンガーだったりしてるので、うん、もうなんか普通のことっていう、ね、そうですよね、親の背中を見て育つっていうのをよく聞くんでね、なるほどね、はい、京楽さんのお父さんお母さんもよく名前しょっちゅう変えてた感じですか、あ、そうですね親の背中を見て、はい、もうあの解明することがもう美学だとでもいいです
ですよね、5つの顔を持つ男でしょ。そうですね、かっこいいな、かっこいい、まあ、全部一緒なんですけど、ね、やってることは今ちょっと自分下ネタ言おうとしたから我慢しちゃった、やめてくださいね。どれどれ、あ、これね、はいはい、正規さんもぜひ行きたいという、ぜひ、ね、ありがとうございます。あ、なるほどね、そうですよね、そうそうそう、そういえばあのビッキーちゃん、ビッキーちゃんね、あ、今日そうそう、それなんで今日女優さんが来てくださったかっていうと、あの私が長瀬アイランドにご縁があって、はい、それでご一緒したということでこんなビッグな方が私の番組に来てくださってるわけなんですけれどもその時にご一緒させていただいたビッキーちゃんも来てくれたんですけどね、あの沖縄寺さんの方でも番組やってらっしゃる、はい、っね、はい、びっくりしましたね、ウルマ、そう、ミスウルマ、はい、ミスウルマになっちゃったんですよね、いつの間にっていう相方みたいな、素敵です、彼女がね、すごい、すごいですね、美しい、そう、プエルトリコの血を引く、そうですよね、うん、で、あの本人あの帰国子女なのかなと思ったら生まれもそうだし、沖縄で英語は大きくなってから勉強したそうなんだ、すごい上手よ、すごい、英語の名前なのになのに、ね、うん、英語は喋れなかった、喋、ね、れなかったみたいで、うん、僕はずっと帰国子女だと思ってたけど、うんうん、なんか聞いたら全然家族内会話は日本語みたいみたいな感じで、そうなんだ、はい、でもやっぱりジェスチャーは外国人ですよね、うんうん、わーおとかね、イエーだってリアクションリアクション初めてオーマイガーっていうのを生で見たんですあ、生オーマイガーだ、はい、やっぱ違うんですね、いや違うんですね、リアクションがやっぱり、うん、違うな、違う、あ、言えなじゃなくて、わお、おまかうどんちゃんのお家もうるさそうですね、なんかうどんちゃんが、ね、確かに、ね、で私がうるさいのかな、うるさい、そう、うん、明るいでしょうね、でもうどんちゃんがお母さんだったら ね楽しそう、うん、おばあちゃんとかもね、関西の方だったらね、ちょっと優しい関西の方、関西の方、はい、ばあちゃんが、お母さんから受け継いだんですか、女優は、お母さんは具志堅中です、いないおでん屋ね、おでん屋どっかいい筋道でなんかいいグッジョブな話に持っていこうかな、あ、グッジョブまあまあまあいいです、はい、そうそう、じゃあですね、後半はちょっと皆さんにお仕事の話具体的にお聞きします、はい、一回 CM 行きます、はい、はい、はい、ありがとうございます、すごい、関さん行って、でも行きたいな、これ来てください、ゆきちゃんも出ますね、ゆきちゃんも出ます、うん、すごい、もうだって一人ずつでもすごい話題なのに3名来ちゃってるからね、まあ、もうね、いつも大体こんな風にもったいない番組になっちゃってね、よくないですよね、適当に喋ってたらなんか下ネタさえ喋らなきゃね私が今下ネタ言いかけて5つの顔を持つってことは あそこも5つの顔があるんですよっつって言っちゃいそうになっちゃって今大丈夫ですよ、石ね、大丈夫です、ね、YouTube には残りますけど、あ、まあ、大丈夫です、 YouTube だったら大丈夫です、 YouTube はいいですよ、ね、大丈夫ですよね、はい、一言だと思って、なんか今まで事故したことないんですか、はい、今まで放送事故とか、はい、じゃあそろそろ行きます、5秒前、はいはい、ということで今日もグーチョブやっておりますけれども、お仕事の話の前にちょっと京楽さんにお伺いしたいんですが、京楽さん、はい、ラジオのお仕事も長くやってらっしゃる、あ、僕はパーソナリティではなく裏方なので、裏方、はい、あのパーソナリティとしてはあのほとんどやってないですね、あ、はい、じゃあ放送事故起こしたことないないですねあのなんだろう、そこ聞きたかったね、事故かい、あ、でも数々の放送事故は見てきました、はい、見てきた、はい、見てきました、見てきました、ちょっと一発ちょっとすごいやつ一個教えてもらっていいですか、はい、あの私の番組の放送事故にならない程度に言える程度話してくださいね、まあ、飲酒運転撲滅の、はい、ラジオ番組で警察官を招いていて、はい、パーソナリティが、はい、飲酒運転の話をし始めるという、それはちょっと恐ろしい、恐ろしい、現行犯ですね、もうもうゾッとしましたね、ゾッとしますね、はい、怖いね、苦笑いでした、これは、はい、これはあの本当怖い話です、うん、もちろんもちろんあの言っときますよ、なんちゃってっていうことでね、なんちゃってでございます、なんちゃってということでね、はい、
よし、はい、じゃあ戻しましょうか、はいね、はい、どうしよう、何を聞いたらいいんだろう、3名もったいなすぎて。でもやっぱりグッジョブだから、あなたにとって、はい、そうですね、じゃあ女優とはというような、いいですか、はい、はい、あのね、先々週ですね、はい、あのこの山田光さん、山田京楽さんがね、はい、あの脚本演出した舞台を私那覇の方で無事終了させていただきました。見に行きました。評判も良くて、うんうん、そう、ゆこさんも来てくださって、面白かったです、ありがとうございます、面白かったです、面白かったです、ありがとう。前1分勝負で宣伝していただいた、そうなんです、ちょっと言いにくい、あれは何、どういう題名でしたっけ、連成連勝竹梅っていう、はい、ね、読みにくいから、はい、あのつけた自分も意味があんまりよくわからないだからさ、はい、あれ読みにくい、なかなかねでもなんか印象には残りません、あ、印象には残る、はいはい、それだけのためにつけました、うんうんうん、あ、すごい、はい、さすがやっぱりセンスだね、三姉妹、小竹梅なんですか、小竹梅で、もう長女の、祭りという役をうどんちゃんにやってもらって、うん、はい、もうあの関西弁のやり取りがもう主な内容だったんですけれども、うん、まあ、さっき言ったようにうどんちゃん の, あのおばあちゃんが関西の人なんで、うんうん、相方の方も関西の人だったんで、もうそれだけで舞台を関西にしましたそれだ、そうなんですね、たったそれだけのためです。京楽さんはかけるからね、なんとでも世界を変えられるわけです。そうですね、あ、であの舞台が東京大阪沖縄だったんですけれども、うん、あの地域 の, あの意味はほとんどなかったですなんじゃねんそれ、関西から大阪になる3姉妹であのラインのやり取りしながら声をそれぞれやっていく、面白かった、はい、あ、でも関西弁っていうのはちょっとあの聞いてると面白いっていうか心地いいというか、漫才のテンポでよくテレビとかで見るんで、それを意識してやったらやっぱり漫才のテンポで聞いてる側もとても心地よかったですね。なるほど、なるほど、うん、それがなんかあのな狙い通りって言ったら狙い通りだったんですけれども、さすがですね、狙い通り、狙い撃ちでございます、とんでもないです、ね、そういうお仕事もさせていただきまして、はい、もうね47歳頑張ります大丈夫、永遠の20 この笑い方はやっぱり年齢がないとできないですよね怖いわ、ゆうこさんなんかもすごい、あのキャリアね、キャリアね、今日あのフェイスブックで出させていただいたんですけど、まあ、一応ね長いことは長いんですけどね、長いですよねまあ若い頃は東京でアイドルっぽいこととか、うん、はい、そんなこともそうなんですね、はい、してたこととかあるんですけど、うん、そういう話すると年バレちゃうから一切してなかったんだけど、え、うん、そうなの、そうなの、そうなの、そういう話聞きたいね、そうですね、アイドルの、アイドルとか、はい、まあ、あのキョンキョンとかと一緒に、まあ、まあ同じ番組出てたりとか、でこんな話ってさ、私みたいなのがするとさ、何過去の英語語ってんのって感じになるし、いやだからめったに思い過ごし番組出たしらめったに会えませんよね関さんね、だからそう、あの中森明菜に、ゆうこってお化粧上手だよねって言われて、どういう意味よっつって怒ったりとか怒るとこじゃないの、怒るとこじゃないでしょ、だって指くわえてテレビ見てましたよ素顔から化粧した姿上手ってことは素顔はダメっていうことじゃんみたいな、タノキンとかにもあったんですか、タノキン、タノキン、タノキンも、はいはいはい、はい、トシちゃんすごいかっこよかったみたいな、タノキンわかるんですか、京楽さん、わかりますよ、はい、38歳、お、はい、38歳なんで、でもギリギリじゃない、ギリギリです、僕もちっちゃい頃です、ね、よっちゃんとかにもあったのか、よっちゃん、よっちゃん好きな、みちおのねえねえみちおのねえねえがよっちゃん大好きだから、くじ引き屋でタノキン取りやったらよっちゃんだったらみちおのねえあげよ、はい、自分としちゃんちょうだいとかよっちゃんってあの、はい、あまりあれですよね、よっちゃん今、ね、あゆの、あゆのギタリストで、あ、そうか、もうミュージシャンになっちゃう、ギタリストのイメージなんですよ、ギタリスト、アイドルというよりも、なるほどね、かくらきんに最後になんかこける人とか誰でした、かくらきんちょっとわかんない、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 ごめん、こける人、ごめん、わかんない、かくらきんと、うどんちゃん、ラビット、うどんちゃん、すいちゃん、ちょっとごめん、38歳、かくらきんわかんない、そうそう、ラビット関根ってね、当時ラビット関根、ラビット関根は知ってる、そうそう、仲良かったです、あの、すごい、っていうような話って、ほら、なんかいや、そういう話ね、よくね、貴重です、貴重ですよ、そんな感じの芸能生活もちょっとかじってた、あ、すごい、まあ、そうなんですね、すごい、そんな人が今隣に、ね、今日もグッジョブです、あ、今日も、はい、あ、グッジョブさんです、プロですね、はい、そうなんだ、それからお芝居とか、そうそうそう、何かあの、何で今日ストロボ演技とかね、すごい聞きたかったです、ストロボ演技って早送り、うん、はい、すっごく それを開発した人は時代が早かったと思うんだけど、はいはい、あのスローモーションはよくあるじゃないですか、はい、でスローモーションも本当
スローモーションとストロボ演技対愛するもので、はい、まあなんて、チャップリンとかああいう無声映画ってちょっと早送りっぽい動きでしょ、はい、あれを実際に自分役者たちの体でやるという、で見せる、でセリフも早めに言うみたいな、まあ言っちゃえば、なるほど、とかそういうのふんだんに取り入れた舞台とかをやってたんですよね。だから伊藤蘭ちゃんと一緒に、はいはい、キャンディーズ、そう、はい、元キャンディーズの、まあ、昔リボンの騎士って手塚治虫さんの漫画を、はいはいはい、舞台にした作品とかも、え、ラウちゃんと一緒に舞台やってたの？そうそうそう、ストロボ演技ってやつ、そうそうそう、すごくないですか？ラウちゃんって水谷豊の嫁さんですよ。そうですよそれをなんかすっごい情報のように言わないでファンキーさん知ってる無人だよ。でも本当に嘘じゃないとか思うぐらいすごい、すごいですよね。そんなキャリアがあったっていうの初めて聞きました。そうでしょ、そうなの、なんかでもなかなか喋らないですよね、普段ね、なんかかっこいいね。だからまたこのストロボ演技とかスローモーションとかちょっと沖縄で広めていきたいなと思って、若手の方たちにこうちょっとね伝えてね、そうするといいじゃないですか、はい、演出的にも。あ、そうですね、ね、でも今僕も芝居早めることをちょっと意識してるんで早める、はい、いや今回のその、うん、うどんちゃり出てもらった舞台も相当スピード速くしたんですよ、はい、あ、スピードを、はい、畳みかける感じ、うん、そうですね、今度からストロボ演出って言葉を覚えたんで、うん、その昔から知ってたように使います。ストロボ演技使い方間違わないかな。ストロボ演技でやってみてって。みんなハッピー。じゃあ京楽さん間違ったストロボ伝えないでください。オッケーオッケーオッケー。俺なりのストロボ。そうストロボ講師として行くので。呼んでください。すごい。はい。速読なんかはね、最初と最後だけ読むって言うけど、セリフ最初と最後だけ言ったらストロボなんですか？なんで人のこんにちはとかいうのもこんにちは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 っていう感じの、はい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 、こんにちはみたいなね。あられちゃんはじゃあストロボになってるじゃーって。ちょっと違うじゃないか。違う、ごめんなさい先生教えてください。じゃあ今度ね。いや本当にマジ時間があれだけど、だ、え、大丈夫、3名はこの4名は大丈夫なんですよ、この後オフ会で、はい、12時ぐらいまでゆっくり話して、ね、いや、お聞きの皆さんもね、もしちょっとこの先聞きたいという方は小座までいらっしゃったらご案内しますね、はい、そしてこのまとめ的にはですね、はい、まあ、お二人には女優として、で京楽さんにはこういう演出脚本家として、はい、そういったお仕事はあなたにとって何ですかというようなことを一言ずつおっしゃっていただけますか。はい、はい、じゃあ京楽さんお願いできます。ええ、お、自分から。関さんからお願いしましょうか。じゃあ時間稼ぎで。まあ、僕は演出家ってさっきから言ってたんですけど、僕肩書きは脚本家なんですよ、うん、はい、で演出と役者に関してはもうやらせていただいてるという、うん、感じで今やってます。で自分で名乗れるのは脚本家だけなんで、うん、まあ脚本家にプライドを持って一応は活動はしてるんですけれども、うん、まあ脚本家っていうのは、うん、まあコミュニケートですね、僕の中では。コミュニケート、世界との、世界との、はい、そうです。ずっとこもった生活をしてたんで、はい、誰とも関わることができなかったんですけれども、はい、脚本を通して僕は人間関係広がってきたので、はい、やっぱりなんですかね、まあリハビリです。リハビリと、はい、今脚本家の仕事についてという仕事ではない、まあ、リハビリ、そうですね、仕事というほど僕はお金を稼ぐという意識がちょっとないんですよ。でも大事なものなんですね、はい、その脚本をするのが人生でもあるということで、そうですね、ではうどんちゃん。そうですね、やっぱり、ね、役者、まあ、音楽もそうなんですけど、うん、表現者として、はい、私はなんかメッセンジャーとして役者をやっていきたいな、お客様にいろんなことを脚本家が書いて演出してくれて、うん、私が伝えるっていう役を、これからもなんか大切に感謝しながらやっていきたいなと思っております。素晴らしい、はい、よっちゃゆうこさん、はい、はい、私にとって女優とは表現するっていうことは、はい、まあ、もう本当に人生です。人生、うん、人生そのもの、ちっちゃい頃からの夢だったので、うん、まあ言ってみればそれが今叶ってるかな、夢叶ってる。そう、あとはもうやっぱり、うん、伝えていくこと、後世にも伝えていくこと、うんうん、だと思います。女優を通して人に何かを伝えたい、はい、そうですね、子供の頃からの夢も達成してるということです、はい、うんうん、今後の夢は何かあります？は、私、
なんかやりましょうか。そう、今後ね、はい、この3人でちょっとユニットを組むっていうことを私ちょっと構想がありまして、この間これ考えてたら高速乗り、あ、折りそびれた。これはいいとこにね、すごい楽しみ、ね、ぜひ作ってください。おばさん3人で何かやります。九楽さんはお金と人を集めてくださいね、はい、お願いします、はい、わかりました。ということでありがとうございました。来週もお会いしましょう。今日もグッジョー、バイバイ。